情けないスタートと序盤に3つのボギーが先行するも中盤のバーティーラッシュでイーブンパー2019年が2位タイ20年が3位タイと出場のたびに活躍を見せていた大会で渋野ひな子はトータル3アンダー17位タイで4日間の折り返しを迎える、まあまあ、ティショットを右のラフに外し手前15メートルから3パットのボギー発進 3番も右ラフからグリーン手前のバンカーに捕まりよらず入らず、6番では手前からのアプローチが2メートルオーバーしてズルズル引きずってしまった。特にこの宮崎カントリークラブはアプローチがポイントに挙げられる。例年より長く伸びているリフトン芝のラフにグリーンは今季わずか3試合しかない高麗芝。場所によっては難しいとグリーン周りに要警戒を示していた。 6番はフェアウェイから残り91ヤードの2打目をグリーン手前にショートすると続く3打目のアプローチはボール自体はエッジの刈り込んだところにあるけど後ろはティフトンで長いというさらに難易度が高いシチュエーション54度のウェッジで転がしたものの2.5メートルオーバーしてボギー宮崎カントリークラブのグリーン周りの難しさはさすがだなとここでトータルイーブンパーまで交代した スタート時から3つ落としたが、続く7番で2打目を手前3メートルにつけて、バーディとすると、9番パー5で2ンに成功して、イーグルトライからのバーディ。さらに10番でも3メートルにつけて伸ばし、ここでプラスマイナス0に。ようやく笑顔を見せて、スコアを落とさずに、なんとか1日を切り抜けた。6番では苦しんだアプローチだが、後半は幾度となく技術を見せる。 13番パー5では2打目を手前のラフまで運んだが、寄せたいアプローチはかなりうねうねしたグリーン。残り25ヤードほどで距離は長くはないものの、左にマウンドがあって登って下るような難しいラインが残った。キャリーを出して、そのマウンドを越えて止めるという選択肢もあったが、渋野ひな子が選んだのは、転がしていろんな山を使いつつ、カップに寄せるという方法。 その言葉通り、手前1メートルにピタリと寄せることに成功した。惜しくも続くパットは、私のミス、ちょっと引っ掛けたと、カップ左縁に蹴られて、バーディとはならなかったが、寄せに関してはいいイメージを残した。さらに、終盤ではショットが乱れ始め、15番ではラフからの2打目がグリーンをオーバー。15ヤードほどの奥からのアプローチが残ってしまった。 だが、マシならい、特に嫌がるミスでもなかったところがして、80センチに寄せて、パー。最終18番では、ピンに近いショートサイドからのアプローチが残ったが、次はふわりと上げる球で、1.5メートルにつけて、パーで切り抜けた。ウェッジでのショットに関しては、チャンスにつけられていないと、縦繰りの修正を課題に挙げたが、コース攻略の鍵ともいえる。 グリーン周りのアプローチについては、いいイメージを持てているとも言える。この絶品アプローチでピンチをしのぎつつ、3日目はバーディリさんと行きたいところだ。渋野ひな子17位交代。内容は大切にしたいけど、やはり攻めたい今季最終戦。攻めの姿勢貫く。 渋野日向子24サントリーはパープレーの72で通算 3, 3アンダーとスコアを伸ばせず首位と3打差10位スタートから8打差17位に後退した多くのギャラリーを引き連れてサンボビー先行後3バーディーで取り返したそれは良かったですけどその後にチャンスをつけてもパットを決められず あんまりいいプレイができず、私も下を向くことが多くて、ギャラリーに申し訳なかったですと、一日を振り返った。米ツアーも含めた、自身の今季最終戦。ショット、アプローチ、パットと修正点は多いという。それでも、右に行くことが多かった。もう少し捕まった球が打ちたいというドライバーショットは、弾道の高さを増し、最終18番でナイスパーにつなげたアプローチなども精度がアップ。 自力が上が上っているる手応えはある残り2日。内容は大切にしたいけど、やはり攻めたい。だから、パー5で2音を狙おうと、マンブリもするし、ラフからのショットも積極的に狙ってます。あとはずっと言い続けている、ウエッジの縦くり。今日もチャンスにつける機会が少なかったし、明日はもっとチャンスにつけたいと前向きに話した。かつ南8アンダーモーゴーも、2か3の感じ。 いつもより落ち着いている奪還の境地でコースレコード、そこに打てるのが自信があるということです。かつ南が猛チャージでリーバーボードを駆け上がった女子ツアーの最終戦、JLPAG ツアーチャンピオンシップリコーカップ2日目、首位に7打差の1オーバー27位タイでスタートした勝ちは8バーディー、ノーボギーの猛攻で通算7アンダー、首位に4打差4位タイに浮上した。 今日はすべて良かったですと、胸を張る。2番のパー5はパーに終わったが、3番では残り125ヤードを手前4メートルにつけてバーディー。4番では2メートルのバーディーと練習して、7番、9番とバーディーを重ねていく。10番で1メートルないくらいを沈め、12番パー3では10メートルのロングパットをぶち込んで、さらに波に乗る。13番パー5で当然のごとくバーディーを奪った後の、 14番でも奥からの2メートルを決めて、喝采を浴びた。自信を持ってクラブを振り切り、ピンに絡めていく。8バーディーの他にも、惜しいチャンスが3つあったほどの絶好調ぶりは、日本女子オープンの3日目、4日目に近い感覚だと、連覇を飾ったナショナルオープンを引き合いに出した。シーズン最終戦ではあるが、勝ちにはこの後、大切な戦いが残されている。 最終日の翌日に渡米して、米女子ツアー9シリーズアラバマ州に臨むからだ。ウィーク1、現地時間12月1から4日、RTJ ゴルフトレールアットマグノリアグローブから、ウィーク2、現地時間12月8から11日、RTJ ゴルフトレールアットハイランドオークスの8ラウンドの長丁場。これを乗り越えて、夢である米ツアーの舞台に立つためには、大きな自信が欲しい。 勝ちにとっての自信とは目の前のことに集中できていること。そこに打てるのが自信があるということです。それをより強く持ってサバイバルの旧シリーズに挑もうとしている。優勝することができれば自信はより強くなる。8アンダー64はコースレコード体だが全然考えてなかったですと言いながらも爆発的なスコアが出た時とは違う感情になっている。 ースコアが出たんですけど、いつもより落ち着いてるんです。2アンダーか3アンダーの感じ。なぜかわかんないです。でも、いつもなら興奮して前に前に行くんですけど、今までにないくらい地に足がついていますと話す。今、アメリカの QT は頭にないです。リコーカップに集中してますと、まさに目の前のことに集中している勝ち。最終戦なので、楽しみたいです。もしかしたら、 とつぶやいてからそれはないかと自問自答する場面もあった「リコーカップも最後かな?」と思ったんですけど「米ツアーに出ているみんな出てますよね」と笑った「米ツアーに集中しよう」という気持ちが思わず漏れてしまった一幕だった残り2日間でどこまで結果を出して自信を深めることができるのか集中の先にある戦いが楽しみな週末になる勝つ南か勝南 1998年7月1日生まれ、鹿児島県出身、渋野日向子、畑岡奈紗、原絵里からツアーを席巻している黄金世代の一人、2014年の KKT ハイ・バンテリン・レディスでアマチュアながら、JLPAG ツアー史上最年少優勝、15歳293日を達成し、注目を集める。 17年のプロ入り後、翌年の大洋製紙エリエールレディスオープンでプロ初優勝。22年日本女子オープンで史上3人目の大会連覇を達成。明治安田生命所属。